はい、どうも、楽しみ仕事の時間ですよ。よし、今日も一日お疲れ様でございました。ありがとうございます。あ、しまった。ありがとうございます。なんですけれども、しまった、しまった。ごめんなさい、ごめんなさい。こういうのは先にやっとけと、こういうのは先にやっとけっていう話なんですけど、ごめんなさい。いやいや、今日も一日本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。もう冷蔵庫開くんだよな。冷蔵庫買いて、買いたいな。冷蔵庫買うとね、捨てるのもお金かかるでしょ。そうなんですよね。買うってことは捨てるってこと、そうなっちゃうわけですよ。どれだっけ、いただきました。あれです、いただきました。残りどうぞ方式は、これいつ誰かな、いつ誰かもう分かんないです。ごめんなさい、本当あれです、本当ごめんなさい。さあ、行きましょう。今日いろいろありますからね。よし、さあ行きましょうか。はい、乾杯乾杯乾杯。唐辛子です。あー、最高最高だぜ。おい、これも楽しみなんだよね。しっかりボンバーさん、ありがとうございます。ボンバーさんからいただきましたキムチでございます。僕はキムチが大好きです。最高ですね。昼、あのお客さんの皆さんとワケワケしてやりました。レンコンです。レンコンのキムチなんて初めて。レンコン、やっべ、レンコンのキムチ、まあ、根菜好きだから辛白菜。最高っす。ああ、辛いや、ちゃんとした情報をしないといかんなと思って。うん、当たってた。うん、最高。じゃあこちら、これ大好きだよね。びっくりしました。まあ、ボンバーさんのこれキムチも美味しいんだけど、これ僕がこのお店始める前から買いに行ってた、しょっちゅう買いに行ったパン屋さん、浅草の関根ベーカリーさんなんですけど、もう一、おいしい、おいしい、うん、ハード系のパンをね、しょっちゅう買ってたんですよ。そしたらなんと、たまたまいらしてくださったお客様、名前覚えたけど名前言いませんけど、あ、そこのパン屋で働いてるんですよって。本当ですか。うん、始めるまでは行ってたんですけど、買いに行けなくなっちゃってって話したら、いただきました。関根ベーカリーの、うん、あと後輩の方、ありがとうございます。
あのお二人最高。まあお酒も強い強い。うん、二人ともとんでもないぞ、すげえ。二人ともとんでもないスピード飲まないよね。うん、葉っぱのとこも美味しいな。ボンバーさん、この大根、葉っぱのとこも美味しいです。最高です。終わったね。毎日毎日皆さんからいろんなものをいただいて、辛辛浅草北線は関根ベーカリーさんおすすめです。まあまあおすすめです。もちろんハード系じゃないのも美味しい。甘す。発酵からすごい時間かけて作ってるって話でした。まああれだな、あと浅草にたくさん名店があるんですよ。なるほど。いろんな名店に洋食屋さんとか関根ベーカリーさんがパン入れておられるらしいですよ。教えていただきました。びっくりしました。僕は動画で紹介したさせていただいたお店も入ってました。このお店の中にうちの入れてんですよって教えていただいたお店、あ、やべえ、そうだ、やべおいしい。気持ちいいか、すげえ。もっこは毎週の結果を見るわけですよ。本当に見えるんですか。一応紙で皆さん助けられたな。毎日だけど切ってごめん、これ辛っ。お持ち帰りが大量で辛っ、カレー、全然かからない。っていうかすごいな。
このキムチ強力だな。このキムチとこの関根ベーカリーさんのパンがよく合うこと。あこは。よくここまで持ち直したと言うべきでしょう。ああ、たったあんだけもうこんだけでぶっ払うよ。いや元気出た、元気出た。島優先のもの元気出る。よっしゃ、くぅ、ボンバーさん届けなし。ボンバーさんからいただいた気持ち、で、忘れた。うん、大変なし、島優先で、関根ベーカリーさんからいただいたパン、硬いパン、浅草来た際はおすすめです。めちゃめちゃおすすめ、本当に美味しいです。僕もこのお店始める前はまでは行って買ってました。今日もとても美味しかったです。ごちそうさまでした。頑張っちゃおう。